この体験版のセーブデータは製品版に引き継げます。了解っす。お、あなたのミーを教えてください。おお、なんだ、自己紹介させてくんないの？じゃあ私のね、自己紹介がてら選びで私のミーを教えたいと思います。はい、おはようございます。ティレと申します。ミートピア体験版実況プレイ始めていきたいと思います。こちらのゲームはですね、2016年に 3DS で発売されましたミートピア、スイッチでね、リメイクという形で、出ております。私はミートピアもね、一応裏段攻略とかはもうしてありますんで、そこそこやってやる方なんですけども、はい、皆さんよろしければね、ミートピアの実況お付き合いください。よろしくお願いします。自分のことを何て言いますか？基本的に僕って言ってますね。あ、僕だ。はい。いや、スイッチしかもね、画質いいね。あ、これね、3DS 版そのままで言うと、僕はね、マイペースです。どうやら結構性格によって差があって、クールが強かったりするんですけど、まあ、マイペースがね、私はマイペースなんで、それでいきたいと思います。よろしくお願いします。僕はマイペースなティラ。あ、ここでなんか顔と名前も編集できるんだね。どんな感じ？あ、なんだ、まずこれだけなんだ。生まれ落ちたわ。ミートピアー、イエーイ。いやー、高画質でやってきたな。隠れた名作と名高いミートピアです、こちらはね。はい。今回からちょっと体験版をまず実況していきたいと思います。製品版も買う予定なので、よろしければね、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。お、ミートピアつかみがここに集まっています。ミーの手直しや、あ、メイク飛び込みここでできるんです。お、てかキャラクリ機能がもうここでできるってことなんだね。覚えておいてね。あ、アクセスキー、ミーの数500。え、500もいんの？え、ちょっと待って、秘密にする、主人公、あ、そうか、メイクウィッグ、メイク、お化粧を楽しみましょう。眉毛をつけたり、唇を開いたり、あなたもっと輝ける。なんかジム、なんかスポーツジムみたいになってきたぞ。頑張ってメイクすれば、別人みたいになってしまっちゃうかも。レッツメイクアップ。え、ちょっといじっていいですか？あはは、目キラキラしてる、ほら。え、すごくない？ちょっと、体験版でできんのこれ。ほら、目の色、目が、目になんか塗ったりできんの。すごいね、これ。これはすごいなぁ。びっくりするよ。やばくない？ちょっと待って。体験版でこの機能って解禁していいの？ちょっとメイク楽しみますね。いや、透明度とかやばいでしょ。え、もうこんなんさ、ミーの作成ソフトじゃん。まあ、このご時世ですからね、マスクもそりゃ言いますよ。まあ、私も実況者なんでね、マスクも言いますよね。え？待って。肌の色まで変えれる。すげえ。マジで？え、ちょ、待って。もうこんなんどっかの MMO じゃん。やば。待って。オッドアイにもできる。しかも、今回目のハイライトができるから、ミーでよくあるさ、変な目にならないんだよね。オッドアイにできるから。やばくない？ちょっと待って。そんなんできんの？メガネもずらしてくれ。いや、しょんぼりさせんならメガネもずらしてくれよ。なんか変なことになっちゃったじゃん。なんだよ、これも。いや、いいなぁ。マジか。ウィッグ、新しい髪型、ちょ待って、本当にもうこれ、ミーの作成ソフトじゃないの？あ、帽子は見えなくなっちゃうの。あー、なるほどね。いや、デフォルトよ。でもさ、もうこんなミーの作成ソフトだもんね。これ絶対さ、
有名ななんかよくあるキャラのさ再現とかあるじゃないですか。ああいうのを再現するのも使う人いるんじゃない？え、マジで？すげえな。ちょっと驚きだわ。マジで驚いてる今。だから髪型が自分でミーの髪型があるじゃん。そのミーの髪型以外にもこういう髪型になれるんだ。やばいぞこれ。マジでちょっとやばい。いやまあこんな感じかなと思ってこれでいきますか。ちょっと待って、これさやばいって。本当に一人一人の仲間作ってたら気ないよ。本当に本当に、本当にびっくりする。こんなにできんのかって、こりゃ仲間がはかどります。じゃあゲーム始めましょう。体験版よろしくお願いします。